劇団ドラマティカファントム&インビジブルレゾナンス、雫トーマを演じた杉永レオ役の橋本翔平です。今回僕がおすすめしたいシーンはですね、ちょっと2つほど挙げさせていただきたいんですけれども、まず1つは何といっても今回バチバチに、アクションがかっこいいですので、そこをね、ぜひ見てほしいなと思います。そしてもう1つはですね、ワビルとギーの、まあ、プチ漫才みたいなのもちょっと入ってますので、もう本当にねテンポのいい掛け合いが心地いいです。ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。目的のための契約、それ以上のことをする気はない。甘ちょい顔つきしやがった、あいつが相棒。それぞれの想いを胸に、負けられない勝負へと。なんだこれ。何言って、握手だろ、これから組むんだ。くだらねえ。でかい罠気づけば死刑囚だ。はい、だからボケずに聞いてね。私の影武者を用意してどうするの。身の危険を心配してくださるなら私の影武者にジョブチェンジしてもらおうかと。私の影武者を何だと思ってるの。そもそも似せられる要素ってあるかな。はい、だからボケずに聞いてね。その入ってるのやめて。私と君って似てないよね。どうやったら君の影武者になるのかな。それはもうが頑張ってもらおうかと。物理的にできないことってあるからね。なるほど、彼らにはできないと。なんか私の影武者の能力低いみたいな言い方やめてください。あ、いやいや、そのようなことは。うわ、すごい影武者かもしれなくて、オリジナルかもしれない、あ、こうすれば私も影武者みたいな。君、君ふざけるの、いい加減にしてくれ。何やってんだトーマ。逃げたがてめえらだけで逃げろ。指示が出てるだろ。ゲージ込まれてんのはてめえだけで十分だ。ふざけるな、詫びるで終わりじゃない。目的はファントムだ。知ったこっちゃねえんだよトーマ君。詫びる。終わらせてやるよ。今も少しずつ近づいているんだ。探し求めてた実像に。おい、操られる覚悟はできてるか。ああ、完璧な指示を出せ。上等。振り落とされんじゃねえぞ。お前こそ俺を呆れさせるなよ。許さねえ。うるせえ。おかげでこっちは随分手間かかってんだ。